岩手県立都領高等学校は岩手県森岡市にある県立の定時制通信制高等学校。1924年、日本で3校目の夜間中学校として創立1968年に通信制課程を新設し、岩手県における定時制通信制教育の中心となった。1988年には単位制へ移行2009年に 欧州校を創設した。2019年までの卒業生は12,904名。生徒数は、定時制家庭普通科126名、通信制家庭普通科444名。定時制、通信制とも単位制、2期制を採用。定時制は三部制での通学。通信制は、自宅学習、レポート提出が中心となっている。定時制、通信制とも、 制服や細かな拘束はない。遠方出身の定時制生,生徒のための寄宿舎が設けられている。1976年より森岡少年刑務所の被収容者に対する通信制教育を開始し、2019年までに累計で218名が入学、145名が卒業している。2019年5月には近隣の岩手県立中央病院への 患者搬送ドクターヘリ用のヘリポートが投稿敷地内に設置された。熱意性一層位を航訓とし、他者を尊重、敬愛し、自助の精神や継続的な高学心を持つ、心身ともに健康で、社会人として貢献ができる人材の育成を、教育目標とする。ありがとうございます。